こっちだ。かなり近づいてるぜ。風向きが変わって鼻も効くようになってきたぞ。匂いはあと二つ。いる。伊之助。俺の方が先に気づいてた。首がねえ。あいつ急所がねえぞ。ないものは切れねえ。どうすんだ。どうすんだ。伊之助、一緒に戦おう。一緒に考えよう。この鬼を倒すために力を合わせよう。畜生が、急所がねえならどこ狙えばいいんだよ。あるか、目か、足か、あっかんねえ。ゴリラ、クセア、ビズビルだ。決して、ビズビルだ。次から親分と呼べよ。ゴリラ、撃ったり聞こえ。落ち着け。でも動きが止まんねえぞ。ねえ、痩せ我慢すんじゃねえ。さっさと倒れやがる。痩せ我慢ってわけじゃないと思うけど、確かに動きが鈍る気配はない。厄介だ。首がない鬼と戦うのは初めてだ。動きを見て、それで対処法を探れ。俺ならできる。やられた、やられた。あの人形が一番早くて強いのに。やった、倒せたぞ、伊之助。匂い、そういうことか。そもそもルイが脅しに来たのが悪いのよ。それで焦って。水の呼吸。殺される、首を切られる。考えるのよ。一の肩。でも死ねば解放される、楽になれる。あ、水の呼吸、五の型、寒天の自由。優しい雨に打たれているような感覚。少しも痛くない、苦しくもない。ただ温かい。こんなにも穏やかな死が来るなんて。これで解放される。あの目、優しい目、透き通るような。人間だった頃、誰かに優しい眼差しを向けられていたような気がする。十二気づきがいるわ。気をつけて。あ、十二気づき。この山には十二気づきがいるのか。十二気づきの血は、鬼舞辻の血もかなり濃いはず。血を奪えれば、禰豆子が人間に戻る薬の完成に近づく。そうだ、伊之助。